ふーん、そうきたか。ふーん、そうきたか。全部吸い込んでやる。腹減った。なんか食べ物はっと。強くなった実感があるよ。力がみなぎってきた。気力十分、頑張ろう。よっと。目的地はここだ。初めて来る場所だ。鉄巨子、なんでこんなところに。どうやら狙いは僕たちではないようだ。追ってみるか。僕は火の粉を自ら被りに行くほど愚かではない。んだと？なんつやめとけ。で、どうするノア。ああ、あれが鉄巨神ならそこには命の火時計に縛られた人たちがいるはずだ。歓迎されないかもしれないよ。それだけで済めばいいが、執政官メビウスがいることも考慮すべきだ。ああ、だからこそ追うにしても追わないにしても慎重に考えないと。
いいものを手に入れたぞ。よっと、取り漏らさねえぞ。これはいいものだね。ここなら休めそうだな。よっと、全部吸い込んでやる。よっと、あれはこの前イスン島で見た鉄巨神じゃねえか。じゃああそこにメビウスもいるかもしれねえってことか。いきなり襲われることもあるかもしれない。気を抜かずに行こう。ああ来客か。メビウス、ああ血の気の多い兄ちゃんたちだな。まあ落ち着いて飯でも食ってけや。飯は元気の源。お前ら飯食ってないって言われんだぞ。言われねえよ。なんだよこいつ。どいつもこいつも喜いもんな。ねえ兄ちゃんや、ぶったたくんじゃねえよ。大体俺は飯なんか取って食おうってんじゃねえんだ。どうする？無視はできないよな。ほら海が好きでよ。こいつに乗って旅してんだよ。旅だと？メビウスがか？おう、男の人生ってのは長い旅路よ。当てとなく歩いてりゃこういう出会いもあるもんだ。言っとくがな、俺らはメビウスっての信用しちゃいねえ。え？
ひどい目に遭わされてきたじゃ。それは災難だったな。だがまあ、俺はメビウスをやっちゃうが、お前らに何かしろと命令されちゃいねえ。自由の身ってやつや。でな、海には泣くほどうめえもんもあるよ。バケモンみてえにでかいやつもいる。他にいるだけじゃわからねえことがここにあるって寸法よ。わざわざコロニーを巻き込んでてめえの道楽に付き合わせてるのかよ。そうさな。俺は鉄巨神から見る海が最高に好きでよ。そういうわけで俺は自由に寄りてえからコロニー15の執政官やりながらグルノちゃんも兼任してんのよ。他のメビウスからはティーダなんて呼ばれちゃいるが、ここで会ったのも何かの縁だ。お前ら気楽にキャプテントライデンと呼んでくれや。こいつどうかしてるぞ。キャプテントライデン、あんたの言っていることはわかる。だけどノア、話に乗らなくていいって。そうですもん。この人の言うことをまともに聞いちゃダメですもん。思いつきでめちゃくちゃしてくれますもん。おかげで散々ですもん。おや、思い立ったがなんとやら、もかには何も起きやしねえんだぜ。キャプテンはすげえんだぞ。こんなブサイクななりだけど、でけえモンスターをぶっ飛ばすんだ。まあね、俺は強いやつが好きだからよ。そういうやつを求めていろいろ巡ってるってのも、今海だろうと空だろうと、でっけえもんをバッタバタとなぎ倒すんだぞ。はあ、なるほど。ブサイクって言ったよな、こいつ。おい、ミオも相手にするのはやめようぜ。メビウスなんてろくなやつじゃねえんだ。おお、兄ちゃん方よ、せっかく来たんだ。俺と一発勝負しねえか。勝負？風の噂で聞いてるぜ、兄ちゃんら相当腕が立つってな。俺は強いやつを見ると燃える男よ。勝負しようぜ。何言ってんだよ、やるわけねえだろ。逃げんのか。ああ、そう、逃げんの。はあ、ウロボロスの尻尾をまくってか。ああ、そう、へえ。逃げんのか。やってやろうじゃねえか。やめておけ、ランツ。こんな奴を相手にするだけ時間の無駄だ。一歩引いた感じで悟しておけば、火の粉は降りかからず戦うこともないから楽でいいよな。本心でビビり倒しとるのを悟すように見せかけることで、てめえの面相保とうってか。メビウス怖いですってことだろ。逃げるってことでいいのかな。やってやろうじゃないか。よし、決まりだ。元気なやつは好きだぜ。おう、アピティ、準備しろや。海の男の三番勝負。というわけで、この場を預かったアピピが勝負の説明をいたしますも。え、本当にするの勝負？ルールは簡単ですもん。このコロニー15付近にある3つの島にそれぞれお題を用意してますもん。そのお題をより早く達成したチームにポイントを差し上げますもん。ふん、その程度のこと僕たちにとって造作もないことだ。てっきり殴り合いなんて言うと思ってたんだがよ。ケーブスイだね。殴るばかりが勝負じゃねえんだ。ちなみに勝負を見届けるために各島にはコロニー15の兵士たちを立たせていますもん。あなたたちは全員で、キャプテンはキャプテンを含め4人で勝負ですもん。あ、お前ら人数不利じゃねえのか。いいのかよ。客にはハンデつもてなしをしてやらなきゃよ。こいつ
舐めやがって。吐いた唾を飲まないようにするんだな。男に二言はねえ。さあ全員でかかってきな。準備はできましたもん。最初は一寸刀ですもん。ロゼさんからお題を聞いてほしいですもん。じゃあ用意スタートですもん。初めて来る場所だね。新顔が増えたな。これはいいものだね。新顔が増えたな。見つかったみたい。どうする？鬼ドッパ！鬼ドッパ！クリオクラッパ！期待に応える。アキュラ戦士リムーブスラッド！ゲンゲゲッシュボクルーマセイバーストライク打ち下ろした。これぐらい油断はしない。そうでしょ。これはいいものだね。これはいいものだね。やっ、はっ、うわっ、来た。おにさんじ、君というやつから来るといい。やっと来れるじゃないか、アテラ。やっ、ここ。ミニトリブスライブ。やっ、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 ランツが強い敵とやりてえってよ。私に敵意を向けるとはね。オニザンバ、オニザンバ、地獄グレマ、フェンス、ウィッグドロー、オニザンバ、フラッグ、リバー、元気元気、逆転はねえ。じゃいい動き。ハーモニーヒーロー、ブクロー、ハーモニーヒーロー、ブクロだろ。もっと褒めてくれよな。こんなに貴重なものが手に入るとは。終わったぞ。どうだ。見てたよ。あんたらすごいね。
キャプテン、遅かったね。今回はあんたの負けだよ。でかい口叩いた割には大したことねえじゃねえか、キャプ。おいおい、バテてんじゃねえか。ハンデでもつけてやろうか。ん？今日は調子が悪かっただけだ。次行くぞ、次。お前ら芋引いて逃げんじゃねえぞ。リダーラ島に来い。なんで勝ってる私らが逃げんだよ。存分にだらけさせてもらうぜ。なあ、あのことだけど。気を引き締めていこう。よっと。見つかったな。もしかして。
あれは。Thank you.
俺たちが選んだのはこいつだ。ほほう、これは。へっ、先を越されてか。ずいぶんのんびりしてんじゃねえか。俺はおめえらと違って目利きができる分時間をかかんのよ。ってなんだよお前らのそれは、石か。石ころで俺に勝とうってか。んだと。俺はこいつだ、見りゃあげんだろ。俺の方がでけえ。確かにでけえ。おお、さすがキャプテン。それはこの辺りじゃ頬が落ちると言われる美味しい果実です。そうですもん、マナナも知ってますもん。へえ、どうやらこいつは俺の勝ちの。でも勝者はお客人です。ああ、自分は最も価値のあるお宝と指定しました。お客人が持ってきたこれは果実の10倍の価格で売れます。キャプテンのは確かにうまいんですけど、そこら辺にあるもんですから。そこら辺にあってもでけえしうめえだろ。大は小を兼ねるだろ。価値とはすなわちサイズ、俺の勝ち。そうですもん、この味こそお宝ですもん。お前どっちの味方してんだよ。マナナ嘘はつけませんもん、美味しいものは大事ですもん。そういうわけだ、俺の勝ちだな。勝ってねえよ、潔く認めやがれ。キャプテン、負けを認めないのは男らしくないですよ。で、俺をここまで追い詰めれたやるじゃねえか。だが次はそうはいかねえ。見てろよ、アルカフォールハンターに来い。ボコボコにしてやるぜ。気が抜ける人だね。あのモンスター、不意打ちなら大歓迎だよ。あれは、これはいいものだね。蹴散らされてえのか。鬼ザンバ一気に決める。君のいいところ見せてもらったよ。やばい、敵が離れちまった。ハニドルスライク、敵が相手だ。敵が離れちまった。オニジャンプ、敵が相手だ。最高のタイミングだ。やばい、敵が離れちまった。クローザーズ、敵が相手だ。俺たちの意識があってんだね、エコを任せて。ありがとう、力を感じる。そうしたら、他に脳に向かったな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろう、
タヨン。うん、どうしたんだお客人。どうしたって、お前こそこんなところで何してんだよ。ダメだぜお客人、モンスターを倒さなきゃって自分この説明したか。してねえよ、お前がいなくて別のやつに聞いたんだよ。じゃあなおさらダメじゃないか。こんなとこで時間潰してじゃ負けちまうぞ。足跡辿ってたらここに着いちまったんだよ。あ、こっちにも足跡があるよ。仕方ねえ、こっちを辿ってみるか。頑張ってくれよなお客人。もたもたしてるとキャプテンに抜かれちまうぜ。新顔が増えたな。ぶっ倒してやれ鬼ザンバ。地獄グルメハーモニーの手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 。いい動きだ。みんな元気出してよ。もう一度暴れてやるか。見えた、一気だろう。ウォーカー崩れろ。鬼ザンバ見えた。ハーモニーズマイク。ウォーカーやだ。今離れちまった。ワイドスラッシュオリオール。この程度は予測の範囲内。まだまだ力を合わせればこれぐらい。油断はしない。そうでしょ。ただならぬ殺気だ。興奮するね。やばい、敵が離れちまった。オリオール剣は見つかった。死にたいやつから来るといい。最高のトンネルだ。オニザンバ、ハーモニーヒール、オニザンバ、ズームスラッシュ、アドバンスバッキングダム、決めろ。オリオール、死ねろ。ミサイル、ミサイル、オニザンバ、アドバンスバッキングダム。
こんなもんだろ。骨が折れる相手だったな。あいつらはまだ見えねえ。よし、さっさと鉄巨神のところに戻ろうぜ。ああ、あの大男め、僕たちをコケにしたことを後悔させてやる。あのでけえやつはまだか？はい、皆さんの方が早く到着しましたもん。キャプテンはこういうのは弱々ですもん。ねえ、また俺たちが遅れただと？キャプテン遅すぎですもん。お客人も待ちくたびれてますもん。まあ楽勝だったな。ハンデでもつけてやればよかったが。今回の勝負はお客人の海の男の三番勝負の四回戦。はあ？最後の戦いは殴り合いだ。それに勝った方が何ポイントだ？うっす、七丁っす。そういうことだ。よし、殴り合うぞ。ふざけんなよ、三番勝負って言っただろ。ああ、確かにそうだ。男に二言はないなどと口にしていた。へえ、男に二言はねえが、男はおかわりはしてる。こいつ、わけのわかんねえことを。わけがわからないのは最初からだ。あ、ランツ。あ、休みをするな、海の男の理不尽パンチ。ランツ、大丈夫？何いきなり殴りかかってきてんだよ、てめえ。海で油断は禁物だ。男たる者、前手を気を引き締めていけ。こうなったキャプテンは止められませんもん。巻き込まれないように下がりますもん。くそ、何が理不尽パンチだ。もう許さねえ。遊びじゃ済まねえぞ。へっ、けっけっすごい。求めて温泉してやる。やってやろうぜ。攻め方を変えるとしたら
で分かっただろ、俺たちの勝ちだ。なんつうタフなメビウスだよ。くそ、体が痛え。いえ負けちまったぜ兄ちゃんら。強えな。一対一じゃなかったからな。知恵ね、怠慢なら俺の勝ちだったろうよ。でね、悪くねえ気分だ。久しぶりにぶっ飛ばされたぜ。こっちは気分最悪だぜ。何だったんだって感じだ。疑問なんだが、メビウスならあの姿になることだってできただろ。なぜそうしなかったんだ。さあおめえ、俺が信じてんのはこの原骨と俺自身の体のみよ。喧嘩にはそれ以外は不純物ってやつよ。いらねえもんを使ったところで面白くねえ。トライデン、お前、まあ本当だよ。
長く生きているせいでそのなり方を忘れちまったんだがよまったく聞いて損した。おう日中方よ、一つ頼みを聞いてくれねえか。 お前何でもかんでも唐突すぎんだよ。思い立った時を逃しは次を見るかもしれねえ。俺はそういう次を考えるのはやめてんだよ。それで頼みって何？あーや、あいつをぶっ壊してもらいたいと思ってな。命の日時計。お前自分が何言ってんのか分かってるのか。俺はこの時を待ってた、日時計が消える時をな。本当にいいのか。ええ、ぶっ壊してくんな。俺が見ているこの前で。よし行くぞ。あいつらを解放してやれた。もう壊しちゃった後だけど本当に良かったの？兄ちゃん姉ちゃんには分からねえことかもしれねえけどよ、長いことメビウスをやってるといろいろな死に直面する。そしてそいつはな、気持ちってやつを無視して突然訪れんだ。短い一生を精一杯生き抜いたやつ、最後まで生にしがみついたやつ、まあ数えきれないほどのやつらに出会ってきたが、いいやつも悪いやつも等しく皆俺より先に死んでいった。でもそれってこの世界では当たり前のことでしょ？当たり前を当たり前と受け入れるにゃ俺は行き過ぎたってことだろうよ。人の生き様を見るうちに、こいつらが自由だったらもっと面白い、もっとそう思うようになっちまった。面白い？ああ、腕力勝負なら負けなしのドギー、誰よりも海を愛したセレーナ、何度も戦争で肩を並べたガルド、気のいい連中ばかりだったが、どいつもこいつも命の日時計が生きる目的になっていたのさ。何とかしてやりたかったが、あれは俺の原骨でも壊せやしねえ。メビウス自らぶっ壊そうとしてたってのか。だができなかった。俺がメビウスだと強く実感したのはな、命の日時計をぶっ壊せずそのことを諦めた時だったってんだから、皮肉なもんだろう。あんたでけえだけで何も考えてないと思ったけど、そうでもないんだな確かに俺あれこれ考えるのが苦手だ。でもよ、俺が考えるのを諦めたそんな時、お前たちの話は耳にしたのよ。俺たちの話？ああ、メビウスをぶったたいて命の日時計までぶっ壊してるバカどもの話や。もうわかるだろう、お前らなら日時計に囚われたあいつらを解放してくれんだろうって思ったわけだ。否定はできないけど、確かに僕たちが命の日時計を壊したことで彼らは解放された。だがだからといってメビウスと彼らは対等の時間を生きられるわけではない。野暮なことを言ってちゃしばらねえぞ、メガネの兄ちゃんよ。メガ、僕には体温という名前が。俺が言ってるのはここよ、心臓、心ってこと？
正解だ姉ちゃん。寿命は変わらねえけどよ、俺たちの絆ってのはあの瞬間に変わったんだ。あんた失勢感だろ、部下との関係がどう変わるってんだよ。兄ちゃん本当は分かってるんだろ、これからは上も下もねえ時間にも縛られない対等な関係ってことはや。対等。おお、俺と兄ちゃんたちも対等だ。殴り合いは恨みっこなしよ。それでこれからどうするんだ。そうさな、俺は次のでけえ敵をぶったたきに行く。これからよろしくな兄ちゃんたち。メビウスと喧嘩するのは考えもしなかったが、何心配するな、俺は強い。それって私たちについてくるってことか。俺がいりゃ兄ちゃんらも心強いだろ。そりゃあまあ、あんたは強いけどさ。おいおい、俺たちはウロボロスだぜ。そもそもメビウスがメビウスと対立するというのか。ああや、ウロボロスと組んでメビウスと喧嘩するなんて千年生きたってあるかわからねえ。俺は強いやつと喧嘩するのも好きだが、強いやつとバカやるのも好きだぞよ。どうする。裏表があるタイプじゃなさそうだな。それによ、俺は受けた恩はすぐに返すと決めてんだ。そうしないとお前らみてえなのはぽっくり生き上がるからよ。後ろから殴りかかってくるつもりじゃないだろうな。そんなことはしねえ、俺はいつだってバチバチに真っ向からぶつかる男だ。いや、俺はさっき後ろを見た瞬間に殴られたが。細かいことはいいじゃねえか、ね、悪い話じゃねえだろ。わかったよ、いいぜ、乗った。ランツ、そんな話聞かされちゃ嫌とは言えねえよ。そうだな、わかった、よろしく、トライデン。話が早くていいな、そういうのは嫌いじゃねえ。ただし、余計なことしやがったら遠慮なくぶっ飛ばす。いいな。肝に銘じておくぜ。まあ見てな兄ちゃん、俺のスペシャルな能力で助けてやるからよ。ああ、はいはい、期待しねえで待ってるぜ。なくなってますもん。で、あいつらに説明してやらねえとな。ああ、忘れてたぜ。なんだよ、まだなんかあんのか。俺は強いやつにたぎる思いをぶつけてやりて。いつまでも戦っていたい。そうするには命は短すぎるって気持ちをメビウスになったあの時知った。一生の短さってやつを俺は恐れて生きてきたんだな。兄ちゃんらにぶん殴られて胸にあったもんが晴れた気分だ。燃えたぜ。お前ありがとうよ、お前らのおかげで俺もまた歩き出せるぜ。いいんだよそういうのは。さっへー、分かってるよ。スペシャルな技
見せてやるぜ。新顔が増えたな。